自分には何ができるのかなって思った時に、やっぱり12年14年パラオにいましたけど、ダイビングをずっとやってきたのでね、まあ逆にいいチャンスかなっていうふうに思ってですね、今沖縄の海にいますけど、日本の有名なダイビングポイントを回って、まあ、自分のスキルアップにつながったらいいのかな。自分は楽しみをお客さんと共有するっていうことがやっぱ好きなんだなっていうのはやっぱり分かったので、バーチャルじゃなくてリアル、実際に一緒に出てきて、で海の中潜ったり、観光したりして、でそのリアルな体験を一緒に楽しんで共感できたら、やっぱこういう時代も生き延びていけるんじゃないかなっていう気はしますけどね。気持ちの持ち方かなと。僕はもう一度皆さん、お客さんとパラオで潜りたいっていうのをもう今はもうずっと思ってますね。それは曲げたくないなっていうふうに思ってます。何かそこに向かって動いてれば、道は見えてくんじゃないのかなっていう気がしてます。今はね、本当自分の好きなこととか楽しいこと、それを人と共有して、で実はそこに価値があったりとか、する時代になってきてると思うので、一緒に楽しみたい人とか、一緒に僕と潜りたいとかね、そういう人たちともう一生懸命楽しく安全にやっていくっていうことがもう一番大切かなと思います。自然とみんなと楽しめる、それが最高だと思います。